Ladies and gentlemen, tonight's guest of honor is from the Empire of Japan. How would you feel if America and Japan were to enter war? The United States is the last country in the world Japan should fight. おめでとうございます。召集令状です。ありがとうございます。お国のため精一杯ご奉公してまいります。もはやこの島は孤立したも同然だ。 メリケンの勉強しておられるんだよ。だからどうやったら打ち負かせるかも知ってんだよ。誓いを採用構築する。いかに潜って徹底抗戦だ。明日か。祖国のため。我々は最後の一兵になろうと、この島で敵を食いとどめることが責務である。生きて再び祖国の地を踏めることなきものと覚悟せよ。行きましょう。 一日でも長く安泰に暮らせるなら、我々がこの島を守る一日には意味があるんです。あの子、この手紙は届くことはないだろう。でも、お前と赤ん坊のことだけが気がかりだ。I lived in California for a while. Oklahoma is where I'm from. ここである軍人として、止血すべきだ。ここでこのまま死ぬのと、 生きて戦い続けることと。戦局最後の関東に直面せり。残ってるのはライフルだけです。今や弾丸付き自れ、常しえにお別れ申し上げ、諸君らの霊に涙しも不当を捧げる日が必ずやくれであろう。世は常に諸子の先頭にあり。